アイルランドの島。アントリーム軍に属する。本土から 6km 離れている。対岸のスコットランド、マルオブキンタイヤから 25km しか離れていない。L 字型の島で、東西に 7km、南北に 4km の長さがある。フェリーが、本土のバリー・キャッスルと往復する。人口75人。中世の年代記、アンナルズ・オブ・アルスターによれば、 ラスリン島はアイルランド島で初めてバイキングの略奪にあった地である。795年、バイキングは島の境界を略奪し、建物に火を放ったという。1575年、悪名高い虐殺事件が起きた。初代エセックス博、ウォルター・デブルーはアイルランド攻略を命じ、命を受けた、フランシス・ドレークとジョン・ノリーズが島へ上陸した。 イングランド軍は、マクドナルド士族が避難していた島を襲い、数百人の女性と子供を殺害した。現在、ラスリン島は、日帰り旅行の観光地として人気がある。マイクロバスツアーや、貸し自転車もある。島周囲の南端船をめぐるスクーバダイビングもできる。ラスリン島のアイルランド語方言は、現在耐えてしまったが、 かつてはアイルランドのどこよりもスコットランドゲール語に近いとされていた。ありがとうございます。